や現役でやって次浪人ですよね、はい、だから普通よりは基準高くしといた方がいいですよね、はい、うんうんうん、9割かな僕の中で9割でいいんすか。あら違います。皆さんこんにちは、武田塾教務の高田です。教務の矢上です。矢上先生、はい、やっぱりこう今からあの、うん、浪人が決まって、はい、じゃあ1年受験勉強もう一回始めようかっていう人が多いと思います。いますね、はい、で僕は現役合格なんですけど、はい、矢上先生はやっぱ浪人して、うん、はい、偏差値37から早稲田合格してるわけじゃないですか、うん、やっぱ浪人決まった時の心境というか、はい、1年勉強を始めるぞって時の気持ちとか、うんうん、それをちょっと聞かせてもらってもいいですか、うん、まあ、あの僕の場合はね、正直言うと偏差値30代だったんで僕は浪人するなって思っちゃったんですよ実は。前々からそう、はい、でこういう人結構いると思う、はいはいはい、そう、もう半分浪人決まっててもう浪人だみたいな、うん、って人はもう早めにスタートダッシュ切った方がいいです ね。今現役で終わった後時が一番、まあ、頭いいわけじゃないですか、うんうんうん、勉強ってでそこから1ヶ月とかやっぱ遊んじゃうともう一気に忘れるわけですよ、うん、じゃなくてやっぱその知識を残した状況でもう浪人するって決まってた人はまあね、1日ぐらい、まあ、卒業式の日とかの次の日ぐらいは、まあ、打ち上げとか行ってもいいけどもうすぐ僕は勉強始めた方がいいと思いますね、うん、はい、そうですね。でもう浪人をしたくないのに決まっちゃった人、うん、これは辛いですよね、うん、はい、もしかしたらそういう気持ちを持った人からの質問が今日は届いてます、はい、今年浪人が決まったものです、はい、早稲田大学教育学部理系志望なのですが、うん、マーチレベルまでのルートが終わっていても、うん、日大レベルまで一旦戻るべきですか、はい、それともマーチレベルを復習して先に進むべきですか、はい、という今年1年間、うん、まあ、武田塾チャンネルとかを参考に、勉強してくれてた人なのかなっていう感じの方からいますね、はい、じゃあこれ言っていいですか。お願いします。基礎は何回やってもいい。なるほど、はい、というわけで、はい、あの、まあ、戻った方がいいですよね。あの、まあ、戻って、うん、完璧やったら進んでもいいと思うんですよ、はい、なんで、うん、1回戻ってみて、はい、本当に基礎ちゃんと身についてるかの確認はした方がいいですよね、うん、それ確認はどうやってやったらいいですか。例えば、はい、あのやっぱ参考書類のテストが一番早いと思います。じゃあ英語日大レベルやりました。システム英単語、はい、ネクステージやりました、うん、はい、じゃあ本当に今覚えてるかと、うんうんうん、時間経って忘れてしまってないかっていうチェックをしたいんで、じゃあシスタンからランダムに、はい、単語テストしたり、はい、あのネクステージの文法の問題ランダムにテストして、うん、じゃあ答え合ってるか、じゃあその根拠もちゃんと言えるかとか、うんうん、そういうチェックをしていった方がいいかなと思います、ね、なるほど。確認テストで何パーセントだったら戻らなくていいですか。いや現役でやって次浪人ですよね、はい、だから普通よりは基準高くしといた方がいいですよね、うんうんうん、9割かな僕の中で。9割でいいんすか。あら違います。いや僕は早慶だったら95かな。なるほどなるほど、確かに確かに確かに。マーチだったら9割でいいんですけど、確かに確かに確かに、早慶は、ね、95% できなかったら僕は正直、はい、もう最初から戻ってもだって早稲田の教育の理系ですよね、はい、確かに。ってことはやっぱ1年間やって時間は余るはずなんで、例えば理科2科目やるわけじゃないですし、なので僕はもう春から全部戻ってもいいと思うんですけど、確かに。ただまあ 90% か、まあ、95ぐらいぐらいですね、ぐらいが欲しいかなと僕は思います。わ、はい、かりますわかります。なので、はい、じゃあ大体もう日大レベルやったしとか、はい、基礎終わったしじゃなくて、はいはい、本当に完璧なのと、今年1年絶対今年1年決めるんでしょと、はい、だったらまあ日大レベルぐらい完璧にしとこうよって話ですよね。そうですね。はい、なんでまあ、はい、先に進みたい、浪人したからには難しいことやりたい、うん、みんな予備校の授業を受けてる人たち難しいことやってるし、うん、みたいなんじゃなくて、はい、基礎が一番大事なんです、うん、基礎が結局足りなくて、届かない人たくさんいます、うん、なんで今年1年ちゃんと合格しようと思うんだったら、基礎を完璧に仕上げてください。もう完璧なんだったら先に進んでいいです。ちょっと不安だったら完璧にし直して先に進むようにしましょうと、はい、そういうところですかね。ですね、はい、じゃあこの1年ね絶対、うまくいきましょう。頑張りましょう、はい、今回は以上です。武田塾公式アプリルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリで分かります。カリキュラムや参考書の使い方などを一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。